それじゃあ皆さん、いきなりですけどチャンネル登録者数5万人突破ありがとうございます。いつもですね、ご視聴してくださってる皆様、そして応援してくださってる皆様、どうもありがとうございます。それでですね、少し遅れるんですけど、クリスマスあたりぐらいに5万人突破記念企画の動画を上げたいと思います。それまでですね、少しお待ちいただけると助かります。ということで、はい、どうもピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールレリアブルって呼ぶのかわかんないですけど、あの右のレリアブルっていうのは信頼性のあるっていう意味らしいんですよ。なんでこのコース信頼性のあるトロールコースっていうことですね。まあ、信頼性があるっていうことは、このコースにね、自信があるんじゃないかなと思いまして、結構前のコースなんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.59% だったっけな。鬼畜すぎるわけじゃないと思うからね、やりやすいと思うんですよね。それじゃあまずあのキノコ取っていいんじゃないかな。魚速攻魚に引っかかってしまいました。じゃあ魚避けておこうか。で、あのキノコを取ることは間違いないと思うんだよね。あだもう何も信頼性がないね、このコース。何も信用しちゃいけない。なんでここで待っておいてキノコを取る、そういう感じだね。それじゃあここに置いておこう。ここに置いておいたら大丈夫なんでしょう。そしてこのパックンは、あ、石が降ってきて倒してくれるんだね。ここ走っていった方がいいよね。走っていきます。頼む、何も来ないで。なんでどうすりゃいいのここ。またお前か。ここで2回ぐらいしなきゃいけないってことかな。なるほど。そんでプラパいつ出てくんだろう。よしよしよし、このブラパが通り過ぎた後にこのドアに入る。それで合ってるね。さあ進みますか。捕まっていい、こいつは捕まっていいよ。このブランコ捕まったらダメなの？捕まらなかったらどうなるんだろう。あ、なんかピーが鳴ったね。なるほど、このベッドがこのハテナブロックなんか出す。よし、でこのキノコを取ってすぐ右に行けと。そういう感じだね。さあ進んでいきましょう。で、次はこの砲台に乗ればいいのかな。乗っていい？乗ります。踊るしかない。こういうのなんか起きるんだよな。頼む、当たらないで。よしよしよし、オンオフはしないでいこっか。いやー一回オンオフをしたらどうなるかちょっと見てみたくない？オンします。何も変わってここは上のキノコの方に行けっていう感じだろうね。これで合ってる。うわ、邪魔くせえけど、これはすぐ抜けるよ。よし、久しぶりだね。うわ、こんなところに隠しブロック隠してやがるとか。どうやって行けばいいんだろうこれ。どうやって行くんだろう。右の方、隠しブロックないよね。ほっ、さよならヨッシー。それじゃあここはヨッシーを下から取れっていう感じだと思うんだよね。それで行ってみようか。ヨッシーもう一人にさせないよここ足場あるんじゃねえか。じゃあ一旦中間ポイント取っておいて、ここも隠しブロックがあるのか。じゃああのヨッシーはおとりなんだろうね、きっと。じゃあこのまま右に行きましょう。で、カロンの甲羅を履いてこのドッスに乗っていいのかな。ドッスに乗ってさ、しゃがむ。これでいけるんじゃないかな、次に。よしよし、抜けれたね。うわ、もうちょっとギリギリで死のっていうことかな。ちょっと落ちるしかないね、これもう。じゃあここはめっちゃギリギリで崩れなきゃいけないね。なんでパラシュート開くから、ここなかなかいいギリギリ具合じゃない。よっしゃ、来ました。ここでオンをして右下に行くっていう感じだね。これ確か普通に行けないよね。上から確か当たって下に行く、そういう感じだね。さあこの黄色いのかに入って進みましょう。次はどんなのが待ってるんでしょうか。ここは何もしない。オッケーあー、大丈夫大丈夫だよ。オッケー、またお前かじゃあここも何もしないがいいね。ボム兵が出てきた瞬間すぐ右に行こうか。ここで大丈夫でしょ。上は何もないか。じゃあ右のどか入っていきます。こっちで合ってるきっと。ここはどうしよう。このカロンの甲羅入っていいのかな。あ、開けたよ。でこのまま右に行けっていう感じだね。オッケーオッケー、合ってる。うわ、カロンの甲羅蹴らないけ。ここで脱いでこのまま蹴ればいいんじゃないの。多分これでいけるよね。よっしゃ、来ました。ここでボム兵かなんか開くんじゃないかな。どうすればいいのよここなあ、これ下に行けって感じ、浮き輪の。あ、いや、合ってる合ってる合ってる。ここでボム兵が爆発して、
よっしゃ来ました。このまま右に進もうか。多分これで合ってたんで浮き輪の下に行くと思ってたんだけど、さあ中間ポイント取りました。ここ危ない、早く右に行こう。あのボム兵より早く右に行く、それが合ってる。うまくないなんかたまたまうまくいけたんですけど、今日は調子がいいんじゃないんですかね。ここ上にさ足場ありそうなんだよな。ほら多分こっちで合ってると思うよ。上は違うと思う。どっちだろう。今日調子いいからね、多分こっちで合ってる。ほら来ました。いやさっきのとこ戻ってないですかねこれ。いやさっきと違うパターンだよこれ。右が正解っていう感じでしょ。頼む合ってて。やべえなもね。いやあるあるある。でここでオンオン押して右に行く。よしよし、さっきとちょっと違うね。結局なんもないや。うわここ上でよかったのかな。もう一回上行ってみる。こっちでせ、さっきと違うやんかこれ上気になんない、下に降りれないでしょ。やっぱ違うと思うんだよな。こっちは何なんだろう。こっち新耐久から、新耐久は新耐久で嬉しいんだけどねどういう新耐久ですかね。これ上に上がればいいの、そんな簡単な新耐久。なにこれ、どういう感じの新耐久ですかね。一旦オンオフをして下に行けばいいだけじゃないかな。なるほど、でこのまま右に行けばやられるっていう感じだね。いやこれ簡単だよ。でもう一回オンオフをして、いやなんでしあのこの隙間に入れっていう感じ。うわ難しいよこれ。ちょよしナイス。でもう一回で下に落として、じゃあさここオンオフをしたらいけなかったんだろうね。何もしないでこのまんま右に進んでってみようか。そしたらどうなるんだろう。下の方にキラーが、あれ行かないね。このキラーってなんか運んでくれてるんだろうね。じゃあこのまま右に走ります。なによ危ない。ナイス。ここになんかを置いてくれてるのは制作者の優しさだね。でここは上から行かない方がいいよ。下から行ってみよう。上が罠だよきっと。でこのキノコ取って上に行ける。熱い熱い、合ってる合ってる。よし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 、それじゃあ次に進みますね。さあ、あ、ホールなんじゃないの。うわどうしよう、今急いでたらさもしかしたら引っかかったみたいな。うわーこれタイミングゲーだね。次にあの落ちてきた時に行く、あのブランコが。あらもう落ちてこんの。じゃあこれゴールなんじゃないんですかね。ありがとうございます今日は結構早かったねクリアするの。もう一個ぐらいなんかいけそうだね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。さっきのトロールコースがね少し終わるの早かったんで、このコースやっていきたいと思います。 Don't get the stars。 タイトルの通りですね、スターを取ったらいけないっていう縛りコースなんですよ。ただスターを取ったらいけないだけなのにクリア率が 0.6%、 これは難しいんじゃないかなと思いまして、それじゃあ早速やっていきますか。めちゃくちゃスターが来るんじゃないかなって思うんですけどね。ノースターそれは分かってるんだけどね。じゃあこの土管入ったらスタートっていう感じかな。それじゃあこのスターを避けて、あらなんかたくさんスターが来ると思ったらそういう感じじゃないねっていうかそんな難しくないねこれ。多分スター取ったらまあこうなるよね。いや今失敗したけどさ、ここそんなに難しくないかもしれないよ。ちょっと見ててね、集中するね。このタイミングでいきなりスターが現れるみたいな、なんかトロールで言ったら急に敵がねあの降ってくるみたいな、そんなんさえなければあのいけると思うんですよね。早く上がれよここ上がるのちょっと難しいんだよね。でここはスターが、なるほどこういうロータリーみたいな感じになってるんだね。でここで一旦右行ってみようか。右が正解。いや正解も何もないんだけど、やべさっきのトロールの癖がねあのまだ抜けきってないね。じゃあここで一旦上に上がって、あら本当にそんな難しくないね。大丈夫ですかねこれ取れたか。で左で中間ポイントでしょ。これ 0.72% っていうことは最後が結構難しいのかな。なんかそんな感じしない、なんか最後のラッシュみたいな、スターめっちゃ食ってくるみたいな、多分そんな感じだと思うんですよね。さあここは一旦スターが一番右に行ってから左に落ちる。多分これでいけるね。さあここは上、よし本当に結構簡単だよ。ここが一番難しいかもしんないね。ちょっと待ってね、ここなるほど分かった、もう狭い系だね。なんでここはきっちり一番左に行った時ここぶつけここマジ難しいよ。しかも左上もあるじゃん。2回連続でしなきゃいけないの。ちょっと待ってね、
とか難しい、やだもうここしゃがんでいこう。少しでも当たり判定小さくしていってみるで。頼む、これで来てくれ。はっ、やったもう一回いける自信がねえな。ちょっと集中するね。はっ、落ちれよ。いや、ここマジむずいね。喋りながら行った方がいけるかもしれない。なんで適当に喋ってみていい。しりとり、リンゴ、やったいけた。次行ってみよう。リンゴでしょ、ゴリラ、ラッパ、パンダ、やった来ました。この横に避けるのは結構簡単なんだよな。で、次に何が来るかだよな。もうこの、なんていうの、狭い横に移動するやつ来ないでほしいね、スターが。ここは簡単だね。この場所に置いておけばいいっていう感じか。よしよしよし、ここも横に避ける系だね。横に避ける系は多分ね、結構簡単にいけるかも。ほっ、あー、うわ、ここ怖え。ほっ、よし、ここはもう左に走っていくだけでいいからね。よし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 、なんで上から急にはずるいよ。なんかね、ここ線の上をスターが通ってるだけなんだよね。なんであのスターが通り過ぎた後ジャンプして渡っていってみる。よし、これで次進めるんじゃないかな。さあ行きましょう。うわ、出た。これはちょっと難しいぞ。ちょっと待ってね、ここに置いておけば大丈夫だよね。狙っていってみるね。うわ、むずけちょっと待って、ここマジ集中するね。いや、待って、怖い次こそ行きます。わっ、よし、来た。よしよし、頼む、時間が欲しい、マジで。ここ、オッケー。で、次は、うわ、どうしよう、ここ難しくない？この真ん中から行ってみようか。ここ、よしよしよし、マジで難しいよ、ここ。最後かな、これ。どうしよう。ちょっとスタートさせてもらうね。精神統一するわ。はい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 、うわー、惜しいはい、それじゃあ戻ってきました。戻ってくるのも一苦労だね。次こそちゃんと抜けていくよ。ちょっと見ててね。はい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 、あー、惜しい、今抜けたよ。くっそー3度目の正直だね。次こそ行くよ絶対行く。これいけんかったらカットする。ちょっと見ててね。はい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 、早く行けよいや、怖いんだって。ここまで戻ってくるとマジで苦労するから、ちょっと待ってね。はい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 、えっ、怖いは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 い、いや、これマジむずいね。何回もやってるけど本当にここが抜けれないんだよね。はい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 、やったー頼む、ゴールあって、やったぜこれマジで難しい。見た目以上に本当難しいよ。ぜひやってみて。いや、やらない方がいいかもしんないはい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオチャレンジシャープ36ということで、このコースなんとクリア率 0.30%。 久しぶりっていうわけじゃないんですけど、鬼畜コースですね。で、サムネを見る限りで、ゴールポールの根元にコインが1枚、そしてブラパが4体いるだけなんですよね。多分ね、あのブラパが落ちるより早くコインを取ってゴールしろっていう感じだと思うんですよ。どう？やっぱりね、そういうことだと思いました。じゃあスタートした瞬間、右ダッシュしていくよ。右ダッシュしてこのコインを取った瞬間、じゃ、いやー、邪魔くせ。じゃあこのコインを取った瞬間、隙間がどっかあるはず。なるほど、このさ、ブラパの3体目と4体目の間に多分入れるんじゃないかな。ちょっと見ててね。まずダッシュしていくでしょ。そして勢いがついてて突っ込んじゃったじゃあ次、勢い殺していくね。ちゃんとこのコインを取って、うわうわ、ハイヤーの4匹目のでっけえやつ。じゃあ一旦これブロックに当たろっか、走って。そしてこっから円を描いてゴールポールに触れてみよう。いけるかな、それで。うわ、早すぎだね。これ絶対いけないかもしんない。ちょっともう一回やってみるね。今の結構早かったと思うんだけどな。
うわ、無理だね、これ。じゃあもうブロックに当たる作戦ダメだね。こっからもう勢い殺して、こういう風にジャンプしていくしかないよね。ちょっとコインの当たり判定調べていいかな。コインがどの辺で取れるかなんだよね。あ、結構左側で取れるね。この辺で取れたってことは、ここら辺からジャンプして右に行けばギリギリ間に合うっていうことだね。っていうことは、一マスよりちょっと左ぐらいでいいっていうことか。この辺。違うじゃねえか。いくら当たり判定がコインがでかいっつっても、これなかなか難しいよ。うわ、今のいけたんじゃないかな。やっぱジャンプの調整が大事だね。さらに大ジャンプまでしたらいけないみたいな。うわ、惜しい。うわ、絶対いけたと思った。今絶対攻略してみせるよ。見てろよ、花。ゴールした瞬間、花ゴールポールにさ、捕まったらブラパって確か消えなかったっけ。その消えた時にドヤ顔で見てやりたい、このブラパを。やったやっとクリアできた。めっちゃ長かった。見たか、花。それじゃあ、どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。